ですね、よくいろんな YouTube とかでもお腹引き締めようってこの季節出ますけども、多く入ってくるのがプランク、うん、多いと思うんですけど、プランクが今回入ってない理由は何ですか？プランクというのはですね、皆さんこんにちは、山本由伸です。今回サラリーマッチョ西井さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まもなく夏、皆さん一番気にしてるのがぽっこりお腹、特にまあ男性の方、下っ腹、下腹部に結構脂肪がつきやすいんじゃないかなと思います。部分痩せはできませんよっていう人もいますけれども、決してそんなことはありません。まずは下腹部を狙ったトレーニング、そちらの方をちょっと実技でやっていきたいと思います。腹筋の機能というのは背骨を丸めることなんですけれども、この下の方というのは背骨を丸めるとき、こう上の方を丸めると上の方、骨盤の方を丸めると下の方に効くというのが一般的な考え。骨盤の方を上げるというのはちょっととても分かりやすいので、その前に上の方を上げて、さらに上げていくと下にも効きますというのをちょっとやってみたいと思います。どちらから行きましょうか？私から行きます。はい、仰向けになって膝を立ててください。これをこうして持ちましょう。はい、この状態で体を起こしながら膝をくぐらせます。そうですね。おお、なるほど。そしてゆっくり下ろして、スタートゆっくり、目上ぐらいです。後ろに来ないですね。真上から上げていきます。10回いきましょうか。意外にきついんです。なるほど。で、上ではなくむしろ下の方に効いてきます。まあ、普通のクランチというのは浮かすだけなんですけれども、ここまで持ってくると腹筋が下の方まで収縮します。確かに。2回ぐらいですね。おお、これは下まで押すというか、はい、最後ここまで行く。はい、OK です。じゃあ竹田さんにチェンジしましょうか。僕先の方が良かった。あ、すごいわ。これ本当に苦手なやつだ。はい、膝は深く曲げます。曲げ切っちゃってください。膝は深く曲げます。だってこれ知ってるんですよ。目標だったらダメですよ。膝は深く曲げます。マジで動かないの、いつも。行きましょう。やばいんですよこれ。そう、だから本当にね、これは結構練習して今までできないんだろう。いやでも、あの上がってないんですけど、今ね、めっちゃ効いた。そう、あの本当にここに来てるんですよ、ちゃんと。これ今日調整するときは膝の深さでちょっと変える感じですかね。まあ、ちょっと膝をこう広げると楽にできるはずなんですけれども。入ってるよ。できない人はちょっと後ろにこう持ってきて勢いつけていっちゃいましょう。入ってる これなんでだ。筋力の問題じゃない気もするけど、これ腹圧なんです。はい、あ、弱いんですよ。こうならないといけないんですよ。いけるっす。これをイメージして、はい、ここめっちゃ来てるもん。これイメージして、じゃあ押さえてもらっていきましょうか。押さえたらこれいけるの。足が軽すぎるだけ。まあ、上半身と下半身の重さの違いも関係しますね。西井さんがこう押さえる力をだんだん弱くしていってくる。また強く。ああ、めっちゃきつい。じゃあもう一回いきましょうか。はい、はい、OK です。おこれですね、女性の方は結構足の方が重いことが多いのでやりやすいかと思うんですけれども、上半身の方が重いとなかなかきつくなってきます。どうしよう、下の方に効いたんじゃないでしょうか。めちゃくちゃ一発目から下にこう最後の追い込みところでくる、はい、ですね。そうです。今のはまあ上の方を上げていって、さらに収縮させて下まで効かせるということなんですけど、今度はもっと単純に考えまして骨盤の方を上げていきます。今度はですね、あの腹筋というとクランチということで、あんまり股関節動かさないで背骨だけ曲げていく、リバースクランチの場合は腰だけを上げていくということなんですけれども、下に効かせる場合ちょっと考えまして、足を1回伸ばしてから曲げて上げていくんですね。そうするとレッグレイズ的になります。レッグレイズの時、背中は丸まらなくても足を上げるだけで腹筋にくるんです。なぜかと言いますと、足をこう下ろす時に
骨盤が前傾するんですね、うん、でそれを元に戻そうとして骨盤が後傾させながら腹筋が働くということです、うん、ですのでこのインクラインのレッグレーズからのリバースクランチ、それをちょっとやってみましょうか、はい、じゃあ仰向けになっていただいてベンチの端を持ってまず足を伸ばしてちょっと浮かします。そこから膝を曲げて上に持ってで下ろして伸ばします、はい、このように一回伸ばすことによって骨盤が一回前傾してそれを後傾戻そうとして腹筋の下の方が使われるというわけですね。あと3回いきましょうか。はい、ありがとうございます。おっしゃ、熱い。よいしょ。これはですね、逆に足が軽いと楽にできちゃいますので軽くやっていただきましょうか。いや、そんな軽くきつくきついですよ。全然、はい、行きます。伸ばして浮かしてから曲げます。そうです、伸ばして、うん、伸ばすときもちろん浮かして上の。そうです。お、3回いきましょう。はい、はい、OK です。足が軽いんだな今回2種目紹介しましたけれども、この2つやっていただければかなり下腹部ポッコリの中に効果があると思いますので、ぜひ皆さん試してみてください。ここからでちょっと解説っていうことで先生に解説いただきたいのが、下腹部をより引き締めるために今回2種目がなぜ効果的なのかっていうところと、実際に回数設定の考え方お願いします。まず下腹部効かせるというのはどういうことかというと、まあ、腹筋結構長い筋肉分かれているわけですけれども、それでですね、上の方というのは胸の方を曲げていくこと、そして下の方というのは骨盤の方をこうして曲げていくこと、そうすることによって使われるんですけれども、下の方を完全に固定して上だけを上げるとまず上に効くんですが、さらに大きく曲げていくと下の方にまで収縮がいくということですね、うん、ですので、まあ、普通のクランチからさらに上に上げていく、この時も背骨を丸めながら上げていく、そうすることによって下の方まで収縮がもたらされるということになります。そして2番目にやりましたインクラインのレッグレイズからのクランチですね、はい、こちらの方はまず足を1回下ろす、下ろしますと骨盤が前傾する、前傾した骨盤を元に戻そうとして腹筋が使われるということになります。ですのでただのクランチに比べますと足を伸ばすことによって骨盤を前傾させて下の方に効かせるということですね。この2種目やっていただければ、上からの刺激、下からの刺激両方を得ることができますので、かなり下っ腹、下腹部、腹筋の下の方に刺激がいくと思います。そしてどちらも自重で十分ですね。最初の方の種目は何かプレートとかを持ってやってもいいんですけれども、ほとんどの方はその必要ない自重で十分だと思います。そしてインクラインのレッグレーズからのクランチですけれども、これ自重でもし楽にできる人は角度を高くしていく、そうするとどんどんきつくなってきます。ですのでまず自重でやって楽にできたら角度を上げていくというようにしていって、回数はできるだけ多く、うん、で多くかと言いますと血流をまずしっかりともたらす、うん、そして筋肉の緊張時間を長くする、筋肉の緊張時間を長くすると疲労物質が溜まって、それを疲労物質を流し出そうとして血流も良くなりますし、成長ホルモンが出る、そして成長ホルモンによって脂肪の燃焼が起こってくる、うん、血流を促進することによってそこに脂肪分解酵素が働くようになるということですね。これが例えば3回とか5回だとあんまりそのような血流の増進も起こらないんですけれども、多めの回数を行いますとそのような脂肪分解酵素が働いてくれるということになります。先生、よくいろんな YouTube とかでもお腹引き締めようってこの季節出ますけども、多く入ってくるのがプランク、うん、多いと思うんですけど、プランクが今回入ってない理由は何ですか？プランクというのはですね、あんまり動きがない、となりますと血流が良くならないんです、うん、血流がなぜ良くなるかといいますと筋肉が収縮して緩む、血流が促進されてくる、
わけで、なぜかというと、まず筋肉が収縮するときって血管が押し潰されます、はい、で筋肉が緩んだときに血管がまた広がります。こうして血流が良くなってくるんですね。プランクというのはずっと収縮させっぱなしなので、そのような血管の伸び縮みが起こらないんです。アイソメトリクス的なプランクではなくて、アイソトリックスのようなちゃんと筋肉の伸展収縮が起こるような種目の方がダイエット効果としては効果が高いということになります。1種目目でロープを使ったじゃないですか、はい、あれはご自宅だとロープない方多いと思うんですけど、なんかタオルとかでも、もう何でもいいです。これは、うん、あれをやる理由って何でしょう。体を手でこうしてやってもいいんですけれども、うん、多くの方だと手をこうしてしまうとですね、長さ的に分かっちゃうので、これをこうしますと、あの膝をうまく通してできると思いますので、あと、まあ腕に力が入らない、うん、こうして離すことによって腕の力が抜けて、より腹筋に集中することができると思います。下腹部を落とす上で、その他は食生活だったりとか何か工夫するポイントありますでしょうか。やっぱり血流を良くするということが大事ですので、例えば寒い時期なんかでしたらカイロを貼ったりとかでもいいですし、女性に人気のよもぎ蒸しでもいいかもしれないですね。血流をとにかく良くしておくということが大事です。どうしてもこの辺りあんまり動かないので血流が良くないですよね。ちゃんと動かしてあげて体をしっかり温めてあげる、これが大事になります。あとはもうその温めるということですと、食事なんかでもちょっと辛いもの、海鮮とかですね、こうしたものを食べて体を温めていく、血流を良くする、こうすることと、まあ、ダイエット、そしてトレーニングをうまく組み合わせることで、うまく下腹部の脂肪を取ることができると思います。腹巻きとかこういいかもしれないですね。お風呂とか入って体温めるというのも効果的だったんですね。とてもいいと思います。それは特に今夏になるとシャワーだけっていう人も結構多いと思うんですけれども、うん、意識的にお風呂に入って血流を良くするということは、まあ、もちろん疲労回復にも役立ちますし、体脂肪の燃焼にもいいと思います。腸活マッサージとかでこうマッサージをお腹にする人っていうのがいますけど、これも血流にはいいですか。マッサージもちょっとやり方にもよるんですが、どちらかというと内臓機能の促進ですとか消化を促進してくれるとか、そういう作用もありますね、うん、あと面白いのはちょっとお腹のマッサージでですね、膀胱、膀胱、結構年取ってくるとトイレが近くなるって方は多いと思うんですけれども、それってですね、膀胱が変形しちゃってる可能性があるんです。膀胱が変形すると尿の溜まる量が少なくなるんですね、うん、でもそれがお腹のマッサージで膀胱の形が元に戻ってくると、夜の頻尿を治る可能性があると、そういうような面白い話もあります。今回は西さんにお越しいただきまして、下腹の対策について詳しく解説していきました。面白かった、興味を持てたという方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いいたします。そして今回西さんともコラボさせていただいておりますので、詳細は概要欄から西さんの方のリンクをチェックしてみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。イエーイ、4年前に ENI が販売されまして、まもなく販売個数50万個を突破しそうなところです。イエーイ、皆さん本当にありがとうございます。4年前に販売開始の EA だったんですけれども、当時は日本で作られてる EA 全くなかったんです。海外でもそれほどはなかった、そのような状況だったんですけれども、やっぱり EA とても良いものだということが、まあ、私の中にずっとありまして、それでできれば日本でいい EA を発売したい、そのように思っておりました。そしてこの4年でですね、まあ、最初は EA というよりどちらかというとプロテインとか BCAA の方が優勢だったんですけれども、この4年ですね、 EA を出すメーカーとても増えてきたんじゃないでしょうか、まあ、これは本当私のおかげじゃないかなと思っているんですけれども、そのようなわけで EA、 それまで全然日本製のものがなかったのがこの4年間でとても多く出てくるようになってきたと思います。プロテインでもなく BCAA でもなく、EAのとても良いメリットがありますので、そちらの方をですね、トレーニーの皆さんに体感していただきたい、実感していただきたいということで EA9 を発売することになりました。そしてこれまでの EA と言いますと、アメリカであったんですけれども、アメリカではトリプトファンを入れることができない、そのような状況があったんです。でも日本だとそのような制限がないんですね。トリプトファンがないと EA ではない、必須アミノ酸のトリプトファンが抜けていたら本物の EA ではないということで、その意味で考えますと日本でのみ本当の EA が発売されたということではないかなと思います。そしてただの EA ではなく、さらにベータアラニン、これはですね本当に運が良かったんです。ベータアラニンを発売できたのはですね、
その当時の確か3月ぐらいにちょうどベータアラニンをサプリメントとして使用する許可が出たんですね。それまで普通に EA だけで販売しようと思ってたところにベータアラニンがサプリメントとして使えるという情報が出てまして、一気にいち早くベータアラニンを取り入れました。ヒスタミノ酸に追加してベータアラニンを付け加えることによって疲労回復効果ですとか血流増進効果、持久力アップ、そのような作用が期待できますので、 EA にさらにベータアラニンを付け加えるというアイデア、とてもうまくいったかなと思います。そしてこの4年間で先ほどお話した通りもう50万個というですね、異常なベストセラーとなったわけですけれども、ここで満足はしたくない。4年も経ちますとですね、他のメーカーの方も出していくということがありまして、そのようなことを考えていきますと、いろいろ EA9が現時点でベストと言えるかどうかとなりますと、ちょっと考えるところがある。具体的には価格、そして味、量、このあたりをさらにブラッシュアップして、そのように思うようになりました。皆様からもですね、価格ですとか味、料理につきまして様々なご意見をいただいております。そして私は決心いたしました、 EA9 リニューアルしたいと思います。ただリニューアルとは言ってもですね、今、皆様からいろいろご要望をいただいているもの全てを解決するのができるかどうかとなりますと、ちょっと保証はできないんですが、私にできる限りで皆様のご要望に応えられる形で価格、味、量、そのようなものをさらに良くしていきたいと思っております。特にですね、この EA9 味に関しては、もう本当に私何度も何度も試飲を繰り返してこだわりましたので、これ以上美味しくなるかなっていうような懸念もあるんですけれども、それでもさらに美味しいものができればと思っておりますので、私のベストを尽くして美味しいものを作っていきたいと思います。そして原材料の価格交渉ですとか、あといろいろ味を決める段階ですね、いろいろ試飲するもの、このようなものを実際にいろいろ撮影いたしまして皆様にお届けしていきたいと思います。皆様ぜひチャンネル登録をしてご覧になってお待ちください。